いつも大変お世話になっております QCD 革新研究所の中村です。今回は目に見にくい五 S 改善の内容を紹介させていただきます。この手法はですね、会社にあるいろいろな問題を整理整頓してですね、具体的に成果がある方向へ持っていくんですが、関節五 S の中ではですね、実施してみると最も効果あるというふうなね、評価を受けてきた内容です。では目に見にくい問題というのはどんなものかということですね。日本人は仕事に対して真面目だと言われています。まあ、飲み屋行っても喫茶店行ってもですね、会社の悪口やなんか言ってるってことが結構多いですね。あるいは改善を討論してるってこと多いわけですね。そういうのを社外で喋るというのは極めてまずいです。要するに社内の問題ですから、会社としてどう扱うかということでですね、そういった問題を土俵に乗せようというのが今回の取り組みの出発点です。これは困ってる問題というふうに言われ呼んでるんですが、経営者の方のですね、事業に対する悩みだとか、あるいは経営そのものの悩み、あるいは事務所関係者の方がですね、いろいろ抱えている悩み、それからお客様からいただくクレーム等々の問題、こういったものが全てですね、対象になります。今回の方法はですね、これをカードに書くんですね。カードはですね、色分けされて結構ですが、1問題、1事例、1要求事項なんですよ。で、書いたことがですね、すぐ達成できるかどうかを考えずに、まず会社の中で誰もが感じる問題を挙げていただく。しかし事実がないのはダメだよっていうことでですね、事例を書いていただくわけです。その後、名刺通しで要求事項を明確にします。このようにして作成したカードを、ここにある写真のようにですね、図化する手法があります。これは SN カード法というやり方なんですが、これはオンデコシリーズの中で紹介しています。この手法は関節部門全体を組織化して方針を決めていくには極めて有効な方法です。しかしですね、今回はこの手法でなく、もっと簡単にできる改善手法だけを紹介したいというふうに思います。先の手順2では要求事項の説明は簡単に終わらせたんですが、例えばここにあるように、うちの課長がやる気がないってね、いうことで事例を聞いたとします。で、事例を聞くとですね、これではっきりした要求事項が解析できるんですね。ですから手順3でアイデアバンクへ登録するということになります。このようにして集めたカードは、対策すれば効果が出るかもしれないという考え方で、ここに示したアイデアバンクに登録していきます。したがってこの段階でカードの評価はまだ行いません。これは実際にアイデアバンクに登録しているところの写真です。この時に右側に書いてある設問に従ってやるというのが登録のルールです。アイデアバンクに設けられた枠は狭いです。カードとほぼ同じような大きさです。ですから狭いんですね。で、しかもまだウェイト付けしてないんで、いくつも重ねても見にくいです。そういう意味から、ここにある評価基準を使ってカードを評価して、評点の高いものから上に置いていきます。要は、お金と手間をかけずに簡単にできるものからやっていこうという表示にするわけです。このようにしてアイデア貯金箱に割り付けた後、その中から実施すべきものを抽出して、ここにある表に入れていきます。これは各職場ごとにアイデアを振って、そして誰がやるかをまとめて、あるいはどんな手法でやったらいいかっていうまとめて集計していく表です。以上、このような手続きで目に見にくい問題を整理整頓した後は実行していきます。このように実施していきます。そしてですね、最終的にはここにあるように目で見る管理っていう形で活動をフォローしていきます。